長藩での追撃戦で惜しくも劉備を取り逃がした曹操は一度慶州へと帰還した。長江を擁する慶州には強大な水軍がある。孫吾との戦いに備え、これを曹操軍に取り入れることが狙いであった。対する孫吾は都督周瑜の主導で徹底抗戦を決断。逃れ来た劉備と連合すると赤壁の地で曹操を迎え撃つ。関東以来の大規模な戦を前にしながら、長領の心はかつてないほどに穏やかであった。いい風だな、徐行殿。長領殿、随分と涼やかな顔をしておられるな。いや、徐行殿にとって武とは何であろう。唐突でござるな。言うなれば、我が武は我が物にあらず、拙者はただ武を体現する器に過ぎぬ。すなわち武とは己を超え信ずるところへと導く力を言うのでござろう。なるほど、感謝する。良い答えをいただいた。何の、貴公はすでにご存知でござろう。そろそろ参ろうか、我らの武を示すために。孫吾の武勇など数で飲み込めばよい。狙うは敵総大将孫権よ。全軍進め。諸見より報告、敵陣付近に怪しげな祭壇があるとのこと。孫吾、まじないに頼る気か。近くにまじないの主がおる。それを撃て。虎を相手に船が行く。敵陣へ攻め込むのにお使いください。ただし敵もこれを利していきましょう。船を動かす際は周りに用心されます。敵将張文遠が撃ち取った。宝刀だ。指示通り船を鎖でつなぎました。ですがこれではいざという時。心配いらないよ、勝てばいいのさ。そのためには足元を安定させないとね。敵将張文遠が撃ち取った。おお、気合が入っているな。あれらも続くぞ。私の舐められたものから。ひとまず引くぞ。拠点で体勢を立て直すのだ。敵将張文遠が撃ち取った。怪しげな祈祷を始めております。あの有名な牙竜、捨ておきませんだ。他の者を撃ち敵の策を未然に防ぐのだ。
敵将将軍へ乗っ取った。一人で来たが、この度胸だけは認めよう。今は引こう。だが次に会う時はこうはいかんぞ。敵将将軍軍が討ち取った。我が自覚に加藤など肩払いたいわ。敵将将軍軍が討ち取った。私が敗走しては策はなせませんが、あとは皆さんの力に委ねるとしましょう。我が前に身をさらすか。馬鹿にされたものだ。敵将将軍軍が討ち取った。必勝の策をなさずして倒れるとは、終後期生涯の不覚。わしが相手だ。その首もらい受けるぞ。敵将将軍軍が討ち取った。ダーティー、働き者の足はもう一仕事さ。
お手上げだね。ここは解散させてもらうよ。敵将、趙軍軍が討ち取った。王国、孫権側に奇妙な船を派遣。やつのでしょうか。油の匂いがします。大船団などと調子に乗りおって食らえ。水の上で孫悟に勝とうなんぞ、百年早いわ。我々も奮起するぞ。趙軍軍が討ち取った。この拠点は趙軍軍が制圧した。味方はいねえぞ。覚悟しやがれ。敵将、趙軍軍が討ち取った。わしが相手だ。その首もらい受けるぞ。敵将、趙軍軍が討ち取った。お主がわしの相手か。さあ、
勝負せいや。まだまだお迎えはいらんでの。また戦場で会おうぞ。敵将、将軍軍が討ち取った。こいつは豪快だ。俺もこうしちゃ折れませんな。勝利の武士を振りまかん。武の道、人進むまで。